箸でも取れる。意外と山椒が合う。もう味付けが最高。こんばんは、ゴンタスキッチン、ゴンタです。 Welcome back to ゴンタスキッチン。ニャヘイ。はい、今日はね、仕事から帰ってきてから料理を作ります。そんくらいね、簡単にできちゃう料理。今日はね、これ手羽先が安かったんでね、手羽先買ってきました。これを使ってね、今日は唐揚げとかじゃなくてね、これを煮込んでいく。 YouTube でね、脇屋シェフのね、手羽先を見てね、どうしても食べたくなった。あれはね、本当に美味しそうなんで、俺も作ることにした。というわけで今日はね、手羽先の煮込み、それをね、やっていきたいと思います。それじゃあ早速やってみよう。 Let's get started。 まずは今日は手羽先を食べやすいようにね、切っていきます。ここを切って、ここにね、骨が2つあります。この骨をね、切っちゃう。もう今日は食べやすいようにこんな感じで切り分けていく。ここをまずサクッと切っちゃう。そうするとここで骨が分かれてるんで、ここを切る。で、ここにも切り込みを入れて、こんな感じ。煮込みにするとね、結構この部分もホロホロと崩れてくるんでね、この部分もね、結構食べれちゃうんで。はい、できました。今日はね、ちょっと多めにね、20本もあったからね。まあでもね、簡単にできました。ちょっと小さいやつはね、そのままやっちゃいました。ニンニクのね、風味も加えたいので、はい、ニンニクもね、加えていきましょう。ちょっとね、潰して、仕事の後でね、作って、明日もまた仕事だからね、早いよ。ごま油、ちょっとかなりね、量が多いので、2回に分けて焼き色を作る。中火よりもちょっと抑えたぐらい。まあこのくらいでね、やめときゃいいのに、こんなにね、いっぱい作ろうとする。まあいっぺんに作った方がね、冷凍できるんで、これお弁当に持ってきたいから、そういうスタンス。はい、大体こんな感じでいいでしょう。ニンニクがね、焦げ始めたら、ニンニクは取っておきましょう。いい香りです。これね、2回目、これは2回目のやつね。で、1回目にやったやつも一緒に入れちゃう。もういっぺんにある、大量に。そしたらここにお醤油 50cc ぐらい、もうちょっと入れてもいいか、 60cc から 70cc。 お酒は今回はね、紹興酒使うけど、普通のお酒で OK。 これも 50cc ぐらい。それからお砂糖、この量だと大さじ5ぐらい。それから俺はね、この間買ってきた新香麹、これを使うけど、普通のお酢で OK です。大さじ1、2、大さじ3ぐらい、大体ですよ、大体。ちょっと火の勢いを強めて、香りと味をね、入れる。はい、大体ね、3分ぐらい。はい、 OK。 そしたらお水 500cc、 大体ちょっとひたひたになるぐらいかな。 500cc 入れた。だいたい水分が3分の1ぐらいまで減ってきたら出来上がり。吹きこぼししないようにね。はい、そのままね、強火でやっていきます。今10分。もうね、目を離さない方がいいです。だいぶね、煮詰まってきました。煮詰まってくるとね、味も濃くなってくるからね。うん、美味しい。最近測らなくてもね、めちゃくちゃ美味しいんだよ。測らなくてもね、合うようになってきた、調味料が。やっぱ料理はね、回数を重ねていくと、だん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 ね、測る必要がなくなってくる。よし、もうできるぞ。もうこの辺はね、すごい微妙な具合だからね、こんな感じ、この感じになったらもうね、揚げていい。もう OK。 はい、火を止める。この感じ、これ以上やると焦げるんだよ。はい、最高の状態ができました。もうね、トロットロ、こんな感じで、最後にごま油を一回し。結局15分で OK。 すごいいい香りがする。よし、盛り付けていきましょう。ちょっと色合いをこんな感じで、三つ葉をね、のせきれませんでした。いい感じのね、これ後でね、ゼラチン質になりますからね。はい、というわけで手羽先煮込みの完成。これ脇屋シェフがね、
楊貴妃が愛した手羽先煮込みとかいう触れ込みでやってるんだけど、楊貴妃じゃなくて脇屋シェフがねめちゃくちゃ愛してんだよこれ。わかる、脇屋シェフねめちゃめちゃ手羽先好きだから、これをね脇屋シェフがねこうやってこうやってやるんだよ、箸でも取れるってこれをやりたかったんだよね。これもそう、はい箸で取れちゃうんですって。これね意外と山椒が合う、それから七味唐辛子が好きな人は七味、これで食べてみましょう。めちゃくちゃうまい、もう味付けが最高。うん、これさ、いやほんと美味しい。これ唐揚げじゃないからとってもヘルシーだよね。これ煮込むことによってヘルシーに仕上がる。これで取れるか、もう簡単に取れちゃう。でこれお弁当にもできるからね、冷凍して置いとけばお弁当にもできる。これ骨が2つあって切ってないやつなんだけど、別に切らなくてもね全然大丈夫なんだけど、切ってるとね余計食べやすい。こうやってつるんと、ほんと美味しい。